おやおや、第五の大隊長じゃないですか。なんだ、第八の砂利科学者か。お前はどうにも怪しい。さっさと消えろ。まあまあ、同じ灰島の者同士仲良くしましょうよ。研究成果の交換といきませんか。誰が貴様なんぞと。そう言うと思っていろいろ用意してたんですよ。ほら、これとか興味あるんじゃないですか。シンラ君の身体データ最新版です。なんだと。シンラ君にはいろいろと協力してもらってましてね。卑怯な。しかしものすごく欲しい。シンラの身体データだと。まさかあんなところやこんなところのデータまで。では交渉成立ということで。ちなみにシンラ君のどんなデータが欲しいですか。その身長。え、何です。だからシンラの身長を。うん、今朝の時点では 173.49cm でしたね。でもそれを知ってどうするんです。そうか、それじゃあこれくらいかな。私よりちょっとだけ高いくらい。ちょうどいいな。この高さを見ればいつでも死んだと目線が。キャッ。まあ僕としては研究成果を見せてもらえればそれでいいんですけどね。